どうも本日はありがとうございます。なんかね、今年はいろんなことがありました。ひとりさんってひとりさんって機嫌いいですよねって。俺機嫌がいいんです。それでね、いつも幸せなんです。で、幸せってね、不幸とは感情なんです。不幸とは湧き上がるものなんです。だから自分は不幸のことばっかり考えちゃうってこと、考えてないから不幸になるんです。人間というのは不幸なことを考えるようにできてるんです。なぜかというと、これから冬が来ると、冬が来たら大変だとかね、食料がなくなったら大変だとかって不幸を考えるようにできてるので、幸せとは意志なの。わかるかな？幸せっていうのはどうしても幸せの方に持ってくの。今日もご飯が食えて幸せだなとか、朝起きて幸せだなとかね、意志で持ってくの。だから意志とはね、人間の舵なの。舵って船のね、山舵の舵じゃないよ。ね、面舵取り舵の舵なの。で、俺たちは舵がついてるの。で、感情的に生きるのが人間らしいって言うけど、猿でも何でも感情的に生きてるの。人間だけが意志があるの。それでね、なんか長々こんな話しちゃいけないんだけどさ、人は上機嫌で生きるの。で、今日すごく美味しかったの。でも俺、とんでもないまずい料理が出てきても上機嫌なの。そんなことで機嫌を崩しちゃいけないの。だから日本中からひとりさんに会いに来る人いるんだけど、今日機嫌が悪かったり明日機嫌が悪かったりしたら、周りにいる人大変なの。ひとりさんと会って機嫌が悪いの見た人いないの。だからいつでもどこでもみんなが会いに来てくれるの。で、嫌なことがあっても機嫌よくしてる修行なの。でね、この修行をやるとすごい楽しいの。この世の中の最高のボランティアとは機嫌よくしてることなの。機嫌の悪いやつがいると周りが気使うの。で、自分の機嫌は自分で取るの。人に機嫌取らしちゃダメなの。自分の機嫌ぐらい自分で取って生きていくの。上機嫌と中機嫌と不機嫌があるの。不機嫌のやつには不機嫌な出来事がしょっちゅう起きるの。普通にしてていいことありませんか？普通のやつは普通のことしか起きないんだよ。わかるかい？幸せってのは、与えられた幸せは全部逃げていく。全部裏切るんだよ。人から与えられるもんじゃないんだよ、幸せってのは。うちの姉さんがね、この前まで不幸だったんだよ。二言目にはね、私はいいからお前幸せになんなっつうんだよ。まんじゅう分けてんじゃねえんだよ。幸せとはものじゃないんだよ。幸せとはその人が気づいて感じるものなんだよ。中にはね、ひとりさんみたいに大金持ちになったから幸せなんですけど、幸せだから金持ちになったんだよ。俺は金のない時からずっとこうやって生きてきたんだよ。幸せとはまんじゅう分けてんじゃないんだよ。自分が幸せだと思うことなの。俺は病気してても幸せなの。本当に俺の病室だけ看護婦がいつもいっぱいで、ハーレムのようだったんだよ。看護婦とか思っちゃったらコスプレだと思わないけど。 人間ってね、どんなふうに思ってもいいけど、自分の機嫌を上機嫌に持ってくので、これができないと周りが迷惑するんだよって。で、周りに迷惑かけるっていうのは、嫌なやつが、ここへ嫌なやつが来てブスッとしてると、あれ、怒り出すんじゃねえかって。不幸は移るんだよ。あなたが不幸の種をまいたら、麦まきゃ麦刈り取る時が絶対来るんだよ。じゃがいもまいたらじゃがいもが出てくんだよ。上機嫌をいつもまいてる人間には、上機嫌なことが起きるんだよ。これを上機嫌の奇跡って言うんだよ。
だから俺は上機嫌の奇跡がいつも起きるんだよ。俺はこの神崎も通ってただけなんだよ。それが今日もこうやってやってね、忘年会呼んでもらって、でなんで俺がここで話をしてんだかがあるんだけどでもこれもね、神崎で俺がね怒ったような顔、悲しいような顔してたらきっと声がかかんなかったと思うの。いつも上機嫌でいたからね、こういう奇跡が起きたんだと思うんだよね。だから上機嫌に持ってく舵を持ってるんだよね。ともかく朝目覚めたら目覚めたんだよ。目覚めなかったやつがいっぱいいるんだって人そうだよ、そのまま死んじゃったやつは何人もいるんだよ。目覚めなかったやつがいるの。目覚めたら幸せなの。ご飯食えたら幸せなの。意外、物食うとき黙って食ったら黙って朝飯なんで、美味しいねっつったら美味しい朝飯になるの。それを言霊っつうの。だ、幸せってのは黙ってちゃダメなの。幸せだねって言うの。で、言葉についてくるの。不機嫌なやつ、人はね、笑顔になれば心が緩んで幸せになるの。だから微笑めばいいの。不幸なやつは微笑みが足んないんだよ。楽しいから笑うんじゃないんだよ。笑うから人は楽しくなるんだよ。本当にそうなんだよ。だから笑いながら悲しむことはできないんだよ。あのね、わざとあくびすってあくびって出るんだよ。あくびをすれば内臓が緩むようになってるの。だから人は笑顔にして愛のある天国言葉を喋れば幸せになるようにできてるの。だから神様は家事も何もくれてるの。ハンドルもあるの。顔の筋肉は自分で動かせるの。笑顔にできるので、笑顔になるから楽しいことを考え出すの。何かを変えればいいんだよ。般若心経はこの世のすべてのものには構成要素があるっつ。構成要素、肝硬脂っていうのは肝と水と甲子豆とね、砂糖とミルクなんだよ。あれから肝を取ったら肝硬脂じゃないの。暗いことを考え、暗そうな顔をし、暗い発言をしてて、何か一個やめればいいんだよ。何か一個やめればいいんだよ。ね、で、俺たち、ひとりさん仲間は、上機嫌の修行してんの。滝に打たれるのも修行、座禅も修行なんだよ。でも、どんな修行よりいいのは、上機嫌でいる修行なんだよ。で、滝に打たれて悟り開いたっつっても、悟り開いてどうすんの？不機嫌に生きるの？ブスッとしてんの？結局上機嫌に生きるんだよ。悟りとはね、上機嫌に生きるということなの。だ、最高の上機嫌で生きる修行なの。だ、俺たち旅館行くと1枚で10枚かけたぐらい重い布団が出てくるあの、どっちが重いかとかみんなで共同に。あの、布団が重いぐらいで上機嫌を崩しちゃいけないの。戦いなの。で、それを俺は修行だと思って生きてるの。だから、毎日上機嫌で生きることが俺の修行なの。で、習い生になっちゃってるから、ちょっとそっとのことじゃ、俺の上機嫌は崩れないの。で、みんなも、もしやる気があったら、今日から、上機嫌の修行をやってみるとね、本当に楽しい。これね、上機嫌で生きるようになって、もったいなくて不機嫌でいられないの。もったいないんだよ。もう1時間がもったいない。1日がもったいないの。黙ってたら上機嫌なんか1年のうち1日しかないんだよ。意図的にやれば毎日上機嫌なんだよ。1年で10年分も20年分も楽しいんだよ。ね、不機嫌な人生なんて嫌だよ。ね。で、上機嫌でいれば奇跡が起きる。うん。あの、上機嫌な人がこの店に入ってきただけで、ウェイトさんからなんから全部が上機嫌にだん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 なってくるんだよ。不機嫌な人間がいるだけで不機嫌になってくるんだよ。あなたは何を発信してますかって。どうせなら上機嫌を巻いて、上機嫌を刈り取ろうよ。ね、上機嫌の実がなるから。ね、ろくでもないもん巻いてね。今
今日も私は上機嫌です。どうもありがとう。